ガオちゃんの西成チャンネル。ガオちゃんでございます。ギャオ。今日もちょっとね、おうちキャンプしようと思いまして。女と男さんが。あ、どうも、女と男です。よろしくお願いします。ちょっと、自宅に来まして。で、僕がちょっとね、僕はちょっとそうめん食べてもらって。はい、今日なんかあの、おうちキャンプインそうめんみたいな感じで。そうですね、今日キャンプしようで、はい。久しぶりっていうか、すごい、はい。結構30年ぶりぐらいに男性の部屋に入りました。ああ、いやいや、そんな、僕でいいんですか？ガチでなんかするとかちゃう。メスティン。メスティンね。これダイソーですか？いや、こっちはミニキャンプっていうやつで。で、これ、こっち、ダイソー。これダイソーの、メスティン。500円。はい。メスティン。で、これね。で、これあと、セリアで買うた、100均の、はい、全部100均の、こう、こういうのとか全部。もうキャンプの。音しますね。そうでしょ。で、あとはもう固形燃料と米と持ってきたんで、もうこれで僕はちょっとガオちゃんに振る舞います。ありがとうございます。最高のメスティンで米を。ありがとうございます。私はもう、生肝を。生肝を。あ、でもまあキャンプは昼前でもね、行きますもんね。昼前でどうですか？昼前で生肝あんま行かないでしょ。いや、生で食べたらあかんよってつくら待ってるんかなと思ったら。昼前ですよ。大丈夫、ちゃんと調理するから。はい、言ったら、ちょっとキャンプ飯っていうか、うん、大人の人のお酒のあてみたいな。ああ、ワンカップで使ってますから。これもなんか使うんですかね。はい、これはやっぱ、久しぶりに男性の家来たんで、はい、ちょっと酔っ払わないですか。いやいや、どんだけ大きいなんですか。僕も何年ぶりなかったよ。女性が家入る。よろしくお願いします。西成チャンネル血抜きしてます。いや、もう洗うだけやで、マジで。こんな感じで。それぞれ料理してます。あ、アミとか入れます？アミは大丈夫かな。キッチンペーパーとか入れます。キッチンペーパーも大丈夫かな。綺麗いい感じですか。綺麗なやつ。見たことない米の機械。これ、流しそうめんの機械なんですよ。そうやね、多分ね、その感じがしては。そんなん分からんでしょ。じゃあ、和田ちゃんはメスティンで、肝の酒蒸しに。で、ガオちゃんは生姜を切り出しました。まあ、僕はよく夏場に食べる、シラスと薬味の梅しそそうめん。美味しそう！うわぁ。これはマジでうまい、ね。ええー。うわ、ええー、匂いしますね。和田さんの、うわ。キャンプっすね。もう普通の部屋でするだけでキャンプになります。おうちキャンプ。すごい、嬉しい。ほんで、キャンプって暑いけど、こう梅でさっぱりしそうな気がする。クーラーは効いてるしね。いけてます、うん、いい。ペースト状にする、ね、おー、こだわりやな。それ一手間がね、はい、美味しそう。梅肉の瓶買うのは簡単です。はい、叩くも別に簡単です。はい、でもこれがいいじゃないですか。めっちゃ食うやん。先生、ほんま始めよう。ペースト感で。うわー、すげえ。ごま油入れて、ごま油入れて、火入れて、美味しそう。豪華やね。じゃあ湯がいていきます。そうめん入れます。まあ、6玉うれ。はい、梅肉。え、これお風呂の洗面器じゃなくて？そうですよ。そうなんですよ。キロリンで変えたある。ちょっと量は、まあ、ちょっと一旦これぐらい。すごい、量が多い、目分量やな。はい、まあ、ちょっと一旦様子見ます。でもこれは、ガオちゃんの男料理、キャンプ飯やからな。はい、味見はせんでいいの？味見はしません、僕は。あ、なんで？味見したって一緒です。これあと混ぜて、乗せて。はい、あんまりそうめんでこんなしたことないな。私もやわ。マジでうまいっすよ。僕ほんまにたまに無性に食いたなってしますもん、これ。私、今年初めてのそうめんがこれやで。あ、そうなんですか。そうやったら自信ないですね。うん。え、そこに入れんの？ほんまにキャンプでもできそうやな、これ。はい、うん、そうめんって人気かもしれん、キャンプでやったら。うん、めっちゃ豪快に入れるやん。で、こんぐらいの、やっぱぐらいの方が。それ濃縮タイプやろ。めちゃめちゃ薄めるんやん、普通は。まあでもここは直で。へえ、もううまいっすよ。量多い。豪快にいきます。そうめん飛んでるけど大丈夫、うん、これがキャンプです。家長いから。いわゆるそうめんのだしにつけへんねや。はい。あー、ここら辺の具もったいなくない？梅、ここら辺の。超えていきます。あ、シラスや。あ、すごい。走るんちゃう？大丈夫？いらんかった。あ、すごい。豪快。はい、ちょっと、ほんまに、見てほしいな、キャンプの専門ネットにね、この料理を。豪快やけど。で、これは、うん、薬味とごま油と、七味を混ぜた薬味なんで。これかけんの？はい。え、隠すん？
はい、シラスをシラスを隠すもえ、ごま油や、一見真面目してないの完全にでも、うん、このしっとり具合あで見た感じでまっすへぇーで濃いでしょうわー豪快あで色々にも良くなって、はい、すごいげのあ、ごまもうこれでうわすごいなもうこれで料理でしょうわすごいすごいっぽいでしょできましたおーすごいうわすごいな、はい、え、一人で食べたら食べれるいや食べてますこれ薬味とシラスの梅しそそうめんです美浜やなこれは、はい、何美浜って美浜って僕がめっちゃ元相撲さん芸人のめっちゃ細元めっちゃ細だ現めっちゃが僕のことをお相撲さん風にガオ美浜って呼び出して、うん、でそれからガオが省略して美浜ってなったんです一応できましたこれが薬味そういやめちゃくちゃ美味しそうやな、はい、ちょっと取り分けてはいじゃあ石成チャンネルあマジですかうんありがとうございます。嬉しいっすね。今年一発目のそうめん。すごい。そうめんってこういう食べ方があったんや。うまいわ。いけます、うん、さっぱりでしょ。やっぱり新しいそうめんの食べ方やわ。はい、そのだしにつけて食べるしかないと思ったけど。ああ、こういうの。全然。無限大で。あ、うまっ。むしろ薄いぐらいもっと入れてもいいぐらいな。ああ。まあ、それ、めんつゆで、めんつゆで調査。ちょっとめんつゆ足して。薄いわ。味見してないね。張り切って言ったけど。そうやね、あの、めっちゃ美味しいねんけど、うん、もうちょい濃くていいなって。ちょっと、井川ちゃん一回食べてみて、自分で。その味つけていける。ああ、ちょっと薄いですね。はい。うまい。うん、これこれ。どう？うまい。薬味のぶつ切り感もいいです。うん。これ生姜なんかもそのまま生で千切りですからね。ああ、そう。これ一つじゃ、それ、6玉無理やけど3玉ぐらいいけそうやな、もうは。石成チャンネル和田さんの、はい。キモの酒蒸し。キャンプ飯。酒蒸し。はい。うまっ。めっちゃうまいです。これ外で食えたら嬉しいですね。どういう系の味なのこれ？ほんまに肝の臭みがないっす。やっぱお酒で洗ったってしっかり。はい。ほんまに米欲しなります。お酒のつまみにもなるし、お米にも。いやこれ米ぐわかき込んでめっちゃうまいっすよ。塩だけ、塩と、で、さっき塩コショウあったから塩コショウ。こういう料理僕一切できないんですよ。煮込んだりとか。あ、そうかそうかそう。ちょっと難しそうなイメージあるね。居酒屋でほんまに出てきそうな。うまい。お母さんがしっかり作れそうな。うまい。こんなん作れたらいいっすね、うん、下処理だけその、うん、ちゃんと臭み取って洗ったらめっちゃ鶏が入ってきますねいや、肝だけじゃなくて、うん、ほんまにお酒で他の鶏肉も煮込んだらいや、これはしかもまたこの入れ物がいいっすねメスティンねいや、止まらんすもんまあ、よかったこんなんペロリっすよこういうのね、ほんまにね、食う場面ないんすよ石成チャンネル米とイワシの缶詰はいで、あの、固形燃料で、やっただけで簡単にできます。はい、全部100均。まあ、これ500円ですけどね、ダイソーなんで。全部で1000円もかかってないぐらい。かかってないです、全部含め。いきまーす。せーの。よいしょー。美味しそう。キャンプ飯ですね。もう、豪華にドーンって入れただけですから、はいはい、いただいてみてください。いただきます。あー、キャンプ飯ですね。でしょ？はい。サンマうまいです。イワシな。ちょっと、正直米、硬めではあるし。ちょっと確かに僕も出た瞬間、ちょっと火力弱いかな思ったけど。もういけてもらいますね。いけてる？ガオちゃんがさ、食べてる途中でさ、うん、その、器に落ちた時の米の音がしっかり聞こえたか、あんな聞こえるもんかな。最初の浸水の30分が結構省略してしまったんで、そこをしっかりやってた方が良かったかもしれん。こんぐらいのが、こんぐらいミスあるのも。そう、じゃあね、逆パエリアとかそうやんか。なんかかもって思うの。おこげおこげ。めちゃくちゃおこげ、焦げじゃないです、おこげです。あ、おこげめっちゃうまい。カリッとっていうから。いやでも食ったって感じします。このサンマうまいっすわ。いわし100均ですわ。いやこれは。100円の缶詰入れただけよこれ。で、だしごと入れてるから。さっきのガオちゃんの生姜入れても美味しくないっすわ、うん。これ外飯っすね。うまいな。なんかちょっとキャンプしてる気分になるっすね。この米の硬さが、はい。これで食うたりとか。炊飯器でやると全然ちゃうもんな。おうちキャンプ、最初ね、キャンプとか行くんなら、ね、道具揃えなあかんけど、これだけ買って家でやったら、はい、キャンプ気分になるんで。どうした？いや、こっち吹き。よかった、喜んでくれて。石成チャンネルいや、うまかったです。いや、最高でした。最高でした。ありがとうございます。最高でした。じゃあ、8月の25日に、はい、なんとこのおうちキャンプ、オンラインでやるツアーをやろうと思って。はい、でそれをガオちゃんもゲストに来ていただいて、はい、なんか先生にはあの武田バーベキュー先生に来ていただいて本当にお家でキャンプできるそしてキャンプ外でもできるっていうのを含め、はい、教えてもらいたいなっていう25日です、はい、オンラインツアーちょっとこちらの方、はい、詳細ありますんでよかったら皆さん参加してで、はい、今回ズームでやるんで皆さんとこう喋りながらできるんでどんどん質問もできますし一応予定ですけどもまだ他にもゲストおるということなんで夏のキャンプ夏のキャンプ最後のリモートキャンプリモートキャンプです家で皆さん外行けなくても涼しいところでキャンプができる、はい、そうそうこういうのできますんで虫が
苦手な方も虫は寄ってこない。寄ってこないということなんで、ぜひともちょっと皆さん、はい、おうちキャンプやってみてください。参加してみてください。お願いします。タン。西成、西成、西成チャンネル。